アニカ・ビルスタムは、スウェーデンのオリエンテリング選手であり、2011年の世界選手権ロング競技派者。ウプサラ在住。アニカ・ビルスタムは、今でこそ、オリエンテリングの母国であるスウェーデンを代表する選手だが、他の有名選手とは異なり、遅咲きの選手であるという点に特徴がある。2007年に、ウクライナの首都キエフで開催された世界選手権。 ウォック2007に出場し、リレー競技において、銀メダルを獲得したが、この年が代表初選出である。この時、ビルスタムはすでに31歳となっていた。翌年、チェコで開催された、ウォック2008でもスウェーデン代表に選出、ロング競技において、ダナ・ブロツコバ、マリアンヌ・アンデルセンに次ぐ3位となり、個人種目において、初のメダルを獲得した。 その後もコンスタントに代表に選出され続け、2011年にフランスで開催されたウォック2011ではついにロング競技において優勝を果たし、金メダルを獲得した。31歳にして初の代表選出となったビルスタムだが、事実としてそれまで顕著な成績が多くなかった。例えば、スウェーデン選手権においてリレー競技でこそ2003年に優勝を、 経験しているが、個人種目で入賞したのは、ミドル競技で3位となった2006年が初である。優勝も2010年のウルトラロング競技1回のみで、ある。近年では、スウェーデン選手権においてよりも、世界選手権においてコンスタントに入賞を果たしており、国際舞台において勝負強さを発揮していると言える。ありがとうございます。